さん、ハートありがとう。止まってる？よし。どうだ？キュンです。おじさん、ナオさん、ギフトありがとう。ソイチローさん、ハートありがとう。バカ。え、まさかの？ああ。声でかい。治った。お、よかった、よかった。よかった。爆音になった？なんで爆音になるん？直したら。わけわからん。爆音で復活？マジか。かうんうんショールームな確かにどういう機能なんか電波悪くなって直したら音でかくなるってどういう機能なんやねん。おはよう特訓だ特ね特ねえだお話し会待ってます。みんな ST48 キャラにで検索。イヤモニ初めてやった。人生初だよ。嬉しい。うん、そうずっとねあのなんだったっけ歌唱力の決勝戦の時とかでもあのバンドのね広い会場でやるとこうボーンって音が回ってきて遅れて聞こえるからねめっちゃどうしたらええや悩みあったんですけどすごかった。あ、ありがとうバイバイいってらイヤモニかっこよかったでしょ。うん、あるとなしでなんかね、なんだったっけ今回のやつとかだったらチッ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 なクリックとかが聞こえたりそう、皆さんには聞こえてないクリックとかが聞こえたりそう、あとはなんだったっけMC のあれとかで、ね、そう、巻いてるというか、なんだ、これ話してくださいみたいな感じの指示が出たり、そう、そういうのがね、聞こえてた。初めての経験。そう。初めての経験。バンドのところとかで、でじゃーんのとことか。で、ワン、ツー、スリー、フォーって聞こえたり、ね、みんなでタイミング合わせるために。そんな感じで。イヤモニ初めてやった。でもね、自分の声聞こえるんかなと思ったら、自分の声はなぜか聞こえなかったんですよ。からね、あらーと思って。そうなんやーって思いました。そう、だから、やっぱね、結論。大きい会場で歌うのは難しい。あれは慣れと経験が必要ですね。そんな経験できることではないんですけど。そう、大きい会場で歌うのは結論難しい。どうしてもね、広いからね、スピーカーがいっぱいあっても自分の声が自分に届かないんですよ。うん、イヤモニ持って帰れるわけねえだろねえだろそうびっくりしたもんだから一人で歌うときはもう一個外してた一個外してたたくさんねそうですね経験できるように頑張りますわ。今何分だあでそろそろアイサも終わって準備をしなきゃ。
空葉と集合時間違うんですよ。そう、今出発したね。明日夜遅い部なのでね、広島に戻ります。広島からお話し会です。ワンジャラさん、小槌ありがとう。モニターから書いてくるそれぞれ違う。なるほどね、バンドの方も難しいよね多分ね、合わせるのとか。いや、もうに気をつけましょう。ありがとう。ではじゃあ、ギフトを読みたいと思います。パンジュラさん、モック、ゾイチロウさん、ナオさん、キュンです、おじさん、瀬戸のセイジさん、平継さん、ソイチロウさん、安部さん、チョピチョピさん、ヒロタンタン、マキさん、母さん、カマちゃん、ナオナオさん、母さん、てっちゃん、シュンちゃん、クリちゃん、安部さん、バンジャラさん、ひとりごとさん、ありがとう。ではランキングいきます。13位ヒゲのマサさん、12位てっちゃん、11位ひとりごとさん、10位ナオナオさん、あれ変わった13位ヒゲのマサさん、12位ひとりごとさん、11位ナオナオさん、10位母さん、9位キズナックさん、8位てっちゃん、7位ひでじろうさん、6位ビッグウェーブさん、5位有望さん、4位パンジュラモンスターさん、3位総一郎さん、2位安部さん、1位はダーン、マキさんです。ありがとう、ありがとうございます。よかった、6枚目シングルお話し会受付中です。おすすめにしてるあの5月5日の日と7月3日の日がまだ間も空くも出てないのでね、そう B 期間の間で完成枠にしたいです。2つ、よかったら皆さん6枚目のお話し会お待ちしております。いっぱいお話ししませんかツーショット撮れるように完成枠を開きたいなと思っております。5月5日と7月3日がおすすめ、よろしくお願いいたします。いっぱい話さそう、 C 期間になったら感謝枠開くんですけど、多分通称と写真会が撮れなくなるので B 期間の間に出したい。ぜひ力を貸してください。いっぱい話そうね。ではそろそろ準備したいと思います。アリサも、では多分夕方できないと思うんですけど、今日は見た配信では明日ですね。今日お話し会ある方はよろしくお願いします。ではバイバイ、ありがとうございました。